はい、どうも、ゲジマユです。久しぶりの動画投稿ですね。はい、今回ね、シマップの大門登山にね、来ておりますと。で、今回の動画は、まあ何かというと、前回のアップデートかな？前回のアップデートで来た、このエイムスティックについてね、今日はちょっとお話ししていきたいなと思います。はい、こちらの方が、まあ今ね、見ていただくと、おすすめ設定とね、すべてオフ、すべてオン、カスタマイズっていうのが、これ4つ選べるようになってますと。で、これが、まあ、今までの僕だったらこれオフにしてんのかな？で、これオンにすると、ここですね、デススリンガーとクラウンとハントレス、ナイトメアの4体が、このエイムスティックっていうのを、使うことができるといった感じですね。まあ、基本的にはこう、エイム系のキラーっていう感じになるのかな？まあ、ちょっとここね、まあ、通常の、まあ、こう、マウスオフでやっていきましょうかね。まあ、今までのお話ですね。今までのやつは、ここボタン押して、まあ、ここでね、狙い定めて、あ、サバイバーさんいたな、っつったら、ここで、もう一回投げてね。まあ、ボタン押してか。ボタン押して投げる、っつった感じですね。これ、今もね、ギジさん、このスタイルなんですけども、これはね、僕個人的にやりやすい。これにもう慣れちゃってるからね。で、その真のね、新しいエイムスティックっていうのがどうなのかってお話ですよね。こっちですね。下の方にあるんだな。まあ、ここ押していきましょうか。で、押して、下の方見ていただくと、発動のキャンセル方法とはね、ここら辺もなんかあるみたいなんですよね。まあちょっとここら辺もオンにしていきましょうかね。で、今これ新しい方法ですね。で、ここ、まあライトの追従式みたいな感じかな。で、ここずっと押します。ここ押して、ここで、画面の移動ができると。で、サバイバーさんが来たなと思ったら、離す。って感じですね。どっちの方がね、やりやすいのかなって言ったら、僕今までの方がやりやすい。正直言ってね。これめっちゃやりづらくない？どうです？皆さんもうやりました？この新しい方法。これすっごいやりづらくて。ねえ。ここ、まあね、まあ前も話しましたけども、ここはやっちゃうと視点の移動ちょっと難しくなるんで、しっかり親指を離してね。ここで、やっていくっつった感じですね。で、ま、今ね、見ていただいたら分かってたと思うんだけども、分かるとね、思うんですけども、キャンセルっていうのも一応できるんですよ。キャンセル。ここ押して、左の方にね、キャンセルっていうのがあって、下の方にもね、ここにスワイプして発動キャンセルっていうのもね、実はあるんですよね。ごめん、ちょっとね、これ見づらいかな？見えてるかな？大丈夫かな？ここっすね。ここの下の方ですね。まあ、ここで、まあ、キャンセルすることできるし、もしくは、これを、ここね、ここ押しながら、これだと反応しないのかな？これをこのまま、人差し指をぐーっと下の方に持っていかないと無理なのか。これめっちゃやりづらくないです。ねえ、こう、サバイバーさん追っててさ、あーちょっと投げるのやめようと思って、うわーっつって、これやりづらいよね。どうなの？めちゃくちゃやりづらいっすよね。いや、ここの親指で、いや、押せるとかだったらいいんですよ。ね、反応しないからね、これね。だからキャンセルするには、まあ、ここを押すしかないよね。めちゃくちゃやりづらくないですか？まあ、もしね、もっとやりやすいやり方があったら、ちょっとぜひ教えていただきたいんですけども、めっちゃやりづらいね、僕個人としてはね。みたいな、こんなやんないといけないの？みたいな。これだったら今までのやつの方がやりやすいかなっていうふうに僕思います。こっちね。ここ来て、ね、ここ。しっかりサバイバーさんね、狙ってね。で、あーちょっと斧やめようとなったらここ押せばいいからね。今ちょっと実際に狙っていきましょうか。どっか行っちゃったかい、もうサバイバーさん。ああ、まあ行っちゃいましたね。おお、めっちゃいる。今までの方がね、やっぱこう、やれるんで、楽なんですよね。
まあ、そしてここでね、まあ、キャンセルもできるし、ですね、はい。まあ、結論をね、先に言えってお話なんですけども、僕個人としては、なしの方がやりやすいです。一応、今回ハントレスなんですけどね。ハントレスなんですけども、まあ、他のね、キラーもやりました。うん、やったところ、なしの方が結局良かったですね。やりづらい。僕はね、多分2本指でやったとしても難しいんですよ。まあ、一応ちょっと2本指だとしてちょっとま、やってみますけど、これ一回オンにしましょうかね。はい。一回オンにして。2本指の方で多分、親指でやってると思うんだよね。まあ、親指でやるとするとさ、こんな感じなのかな。うん。こんな感じで、ここでやって、ここ、キャンセルするときって手離れちゃうからね。なんか難しくない?手の、まあ、2本指で投げて、慣れてる人ってね、指の動きが早い。うん、それでも慣れちゃってるから、そんな苦痛ではないかもしれないけど、僕は慣れてないんで、めちゃくちゃ難しいっすね。うん。移動も止まっちゃうし、ここもキャンセルしようとしたら。手離れちゃうからね。せっかく移動してんのに、ここ押したらキャンセルでね。あ、まあでもロックかかればいけるか。うん。ロックかかればいけるけど、難しいと思いますね、2本指。なんか2本指の方に向けてのやつなのかなと思ったんですけど、なんか難しい。なので、今までのやつの方が、ケジさんはいいと思いますね。うん、オッケー。まあちょっと一応この人も当ててみようか。あー、この人外しちゃった。もう殴るしかねえな、もうな。物ないわ。物ないわ。はい、ってことでね、今回はそのエイムスティックのね、お話でございましたと。うん。まあ、良ければね、まあ、ぜひ、今までのやつで、まあ、やってみてくださいと。まあ、もちろんね、試してね、まあ、それで、まあ、今回のやつがね、合うならいいですよ。うん、多分中にはね、こっちの方がいいっていう人もいると思うんで、うん、まあ、いろいろね、自分で試してみてくださいと。ゲジさん的には、オフのままでね、いいかなっていうふうに思います。オッケー、オッケー。はい、ということでね、今回の動画はこれで終わりとなります。ぜひね、参考になったなって思った方は、チャンネル登録とね、高評価ね、ぜひよろしくお願いいたしますと。はい、ということでまた次の動画でね、お会いしましょう。バイチャー、バイ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 。